石田三成の軍勢は連合軍の前にあっけなく敗れた。だがそれはアレスやアテナを欺く策。三成はどうしてもこの機に連合軍と接触したかったのである。連合軍に下った大谷義継と前田利家はとある地図を差し出す。そこにはアレスと組む宗妃が所有している城が描かれていた。その城の近くには三成の主豊臣秀吉の領地がある。全ての情報を見た島左近は自ら出陣を志願。地図に描かれた城を目指して進軍する。この時点で三成の意図を理解していたのは彼一人だった。敵はまだ防備を固めきっていない様子。我々がいきなり攻め込むとは思っていなかったのだろうな。ここまではうまく運んだか。悪いが俺たちは三成から別の依頼を受けている。少し外させてもらうぞ。そもそも俺たちが最初から一緒に戦ったら怪しまれるしな。用事が済んだらすぐ合流するぜ。わかりました。それじゃ全力で宗妃さんの城を落とすとしましょう。やはりあそこは宗妃さんの城のようですね。予定通り攻め込むでしょう。先陣は私に任せて、暴れ倒してやるわ。なぜ奴らが攻めてきた。情報が漏れているのか。コートと利点、城の守備を任せる。承知した。最近三成殿の様子がおかしい。義継殿も敵に捕まない行方知らず。やめよ。それが叶う相手じゃねえか。まあお見事ですな。孫権さん、本陣の守りをお願いしますよ。この後多分敵が来るんだよ。引き受けた。孫家が力を合わせて守りきろう。聞いてくれないか。承知した。貴公の勘はそういう。
信じ。上司流剣だ。いいぜ、その調子だ。通してもらうわよ。結構いい男じゃない。ありがとな。けどここは戦場だ。止めさせてもらうぜ。竜となる忍者を止めだ。俺も一度引くしかないか。俺の番だな。さて、そろそろかな。遅れてすまんの。無事だったか、ソーヒー。城内まで侵入されているようです。情けない姿ですね。無駄口はいい。援護する気があるなら迅速に動け。秀吉、そのまま敵を囲む。本陣を落とせ。言われんでもそのつもりじゃ。みんな頼んだぜ。お出ましですな。思った通りだ。全軍交代。本陣を守るんだ。佐古、本陣は孫悟の兵が守っている。全軍で援護する必要はないぞ。いや、殿のことです。清正さんや正則さんには何も明かしてないはず。そうなると彼らは本気でこっちを攻めてくるでしょう。超支流剣敵のてっぺん張ってんのはてめえか。ぶっ飛ばしてやる。はい、はあ、なかなか威勢がいいな。この孫文大が相手をしてやろう。敵も踏ん張るもんじゃのう。どれ、増援でダメ押ししたら。それでいい。奴らがいつまで耐えられるか見物だな。敵の勢いも侮れませんよ。その方がやりがいもある。虎の力見せつけてやれ。そうだね、武士。増援を出そう。これで左近たちが勝ち目を。俺に歯向かった罪を思い知るな。我は左近だな。正則、一旦引け。やつに指図すんじゃねえ。引くのはまで俺の意志だがんな。見事だ。その調子で奮戦せよ。左近たちはこの城のことを知ってたのか。いつよりもここに敵が来ることを分かってたようだし。もうみんなで隠し事して。だったら私もここを動かないよ。あそこに敵がいるわね。さあ行くわよ。しまうとはな。俺の番だな。あなたたち、三成と一緒に何か企んでるでしょう。シュッ。ああ、もう他の敵に伝わる前に倒さなきゃ。俺の番だな。
剣山、俺の番だな。十分です。お下がりください。もういつなり隠し事するなんて、後でお説教だからね。時間はだいぶ稼ぐな。どうだ、左近。そろそろ頃合いでしょうな。敵は後退したな。よくやったではないか。ならば褒美をもらいたい。まあいいだろう。何が望みだ。あの男の力だ。秀吉様こそが人の王、ならば俺と同じくあの男も秀吉様に忠誠を誓うべきであろう。それは気まずそうな顔じゃな。もしやあいつにも同じ約束をしとったんが。だから言ったであろう、その浅はかさはいずれ白日のもとにさらされると。わしら人間はお前たちにとってはただの駒。一体本当は何をしようとしとるんじゃ。余計なことを聞くな。逆らうな。もう貴様になど用はない。秀吉様、ここは私が抑えます。まず手はず通り。よっしゃ、分かったで三成。みんな左近たちと協力してアレスを撃つんじゃ。嫌な予感が当たったな。最初から三成殿が裏でいろいろ動いてたんだろう。誰が敵に回ろうとなすべきことは変わらない。そうと必ずお守りする。俺の番だな。あれはそのままに、ま、お見事ですな。宗妃殿、遅れて申し訳ございません。小春愛、ただいま到着いたしました。状況は見ての通り、秀吉たちが寝返った。奴らを近づけるな。裏切り者は厳正に処罰いたします。アリス、わがままな子はお仕置きだよ。さ、みんな行くよ。ネネ様、全部知ってたんすか。いや、左近や三成の態度を見て察したんだ。それに比べて俺たちは頭に血が昇っていたな。秀吉が寝返ったところで我らの優位は揺るがん。全ての兵を出せ。奴らを殲滅しろ。あいにくだがお前たちの兵はもういない。撃ち取れ。三成、アレスの伏兵は片付けたぞ。あとは残っている連中だけだ。もうこそこそ動く必要はねえな。思いっきり暴れてやるぜ。よくやってくれた義経。そしてありがとうございます。欲しい枝あとはお任せさ。嫌な予感はしてたんだよな。何で防げなかったんだ俺。その動き少々気品が足りませんね。この私が優美な戦いをお見せしましょう。また結構いるとこだけど正確に何ありってところね。サク、ヘイ、お前たちで曹操の息子を倒してこい。教え、やってるぜ。違いないと。わかりました。必ずや成し遂げましょう。はい。
だ。人間ごときに。ここは引こう。私にはまだなすべきことがある。左近、義継、俊家殿、そして皆、協力感謝する。いやアレスの二枚舌は分かっとったんじゃが、奴らの力は凄まじい。危険を考えると動くことができんでな。確かに、かつて龍禅は人質として囚われていた。秀吉殿もそうなるか、もしくは消されるか。いずれにしろ、ろくなことにはならんだろうな。ああ、だからお前たちの助力が得られるよう一計を案じたのだ。神たちがどこで聞いているかわからぬゆえ相談すらできなかったが、秀吉様は好きにしろと任せてくださったからな。水くせえぞ頭でっかち。俺たちにも先に教えといてくれれば。正則、お前に教えればことは筒抜けだっただろう。今回は三成の判断が正しかった。俺たちが察するべきだったんだ。それにしても方法はあったと思うがな。お前たちはただでさえ揉めるのだから。まあだからこそ神にも気づかれずに済んだから。うまくいって本当によかった。そうだ、はい、お土産だよ。お近づきの印に受け取ってね。これってどっかの地図？ゼウスって神様が降臨する場所みたい。そろそろだってアレスとアテナが話してたからこっそり盗み聞きしちゃったよ。おお、さすがネネじゃ。おねね様、神相手に盗み聞きですか。露見しなかったからよかったもの。しかし助かったぞ。この情報をもとに次の方策を立てるとしよう。皆が笑えるよう作るさ。俺の志、バカには分からん。私頑張っちゃうよ。勝ってやるぜ男福島。決めるぜ。上出来上出来。よし、うまくいったな。ついにゼウスが降臨するか。なぜこの世界を作り出したのか問う好機だな。わしもアレスに尋ねてみたんじゃが、余計なことを聞くなと突っぱねられたわ。もしかしたら奴は父の真意を知らんのかもな。ゼウスとゆっくり話すなら他の神様はいない方が良さそうじゃね。なんか邪魔されそうじゃし。ならば降臨地点を押さえようぞ。神との闘争楽しまん。なら今回はこの秀吉にお任せあれ。散々迷惑かけたで、ここらで役に立つとこ見せとかんと。じゃがわしの配下だけじゃちょっと心もたない。使える書を少し貸してもらえると助かるんじゃが。ああもちろんだ、秀吉殿、よろしく頼む。皆さん、我らの領地に敵が攻めてきたようです。この各文献、まずは捨て駒となり突撃してきます。待て、学神殿、先陣はこの馬毛騎が務めよう。
待て待て、一番槍はこの男福島以外ありえねえ。皆さんどうぞ好きなだけ揉めていてください。その間に一番槍はこの E の若鬼がいただきます。こら直政、待ちやがれ。てめえ抜け駆けは許さねえぞ。大丈夫か。心配だ。我らも急ぎ向かわん。戦場を混沌。